イースライブって人を見るんだこんばんは。君原第2話ご視聴いただいた方ありがとうございました。今日はですね、まあ君原の第2話が放送終了して、まあ僕らブルームというグループで今ドラマの中で、活動させていただいてまして、メンバーが7人いるんですけど、今日はまずこっから5分まで僕で、そっからこうみんなが5分ごとにバーって入れ替わって僕のインスタライブにお邪魔してコラボしてくれます。コラボしてくれまんです、してくれるんです。はい、みんな、どうでした？2話もう本当に今ね終わったばっか直後、僕もちょうど今リアタイで見てたんですけど、どうでした？もう本当にいろんなことがありましたけれどもまあブルームのリーダーが宝になり、マネージャーが高坂さんになり、なんですか、着ぐるみダンスをし、すごいいろんなことがブルームの中で動いた輪だったんじゃないかなと思ってるんですけど、あ、すごい、もうコメントがなんかコメントが何にも、コメント、あ、こっちで見た方がいいな、コメントがちょっと見えなくなっちゃった。コメント止まってますよね、ちょっとバグなのかこれは。あ、こっちで、あ、こっちで見れてます、大丈夫です、コメント送ってください皆さん。じゃーん、まあなんだろう、僕一人で話すこともそんなにないんですけどまあなんか見てくれてありがとうございますってことでございます。だってまだこんばんはって言ってる人しかいないな、僕のコメント欄にどうしよう、これメンバーたちは見てるのかな、このインスタライブを。あれあれ、え、インスタライブって誰が見てるか分かんなくなったんだ、誰が見てるか分かんなくなったんですね。撮影中じゃないですよ、もう今日は撮影終わって、はい、あのメンバーが来たら一番最後にメンバーとね、こうなんか写真もね撮ってね。相模団ツンツンしてましたね、本当にもう2話は余計じゃないですか。なんか僕もやっててすごいツンツンしてるなと思いながら見てました、見てましたじゃないあの演じ台本読みながら演じてたりしました。うん、いやでも面白かったな2話すごく。まあ予告もねすごい盛りだくさんの予告でしたけど、もう来週が楽しみで仕方ないんじゃないですか。僕ももう早く見たいですもん、3話見させてもらおう。どうも相模団を演じてます高橋明です。インスタライブは、いつぶりかわからないぐらいぶりです。夏ぶりぐらいですかね。うん、寝たいと思ってる方は寝ないでください、まだ。さあコラボ、これコラボ申請を承認すればいいのかな。リクエストを表示、はい、表示して、劉備を探せ。あれ劉備がまだ来てない、後期か、ああ、なんで後期送ってんだろうと思ったら後期か、すいません後期でした。うち聞こえるかな、これは。あれ、来た、やっほー、お疲れ様、お疲れ。そう、いやー、2話見ましたよ、リアタイしました。リアタイした？した、もちろん俺もした、リアタイ。おー新リーダー、おー、タカラくんいるやん。ありがとうございます、皆さん。小野寺タカラ、新リーダー就任いたしました。小野寺タカラ役の、山下幸喜です。山下幸喜です、どうも。まあこれ、まあなんか会ったところで何を話すのかわかんないんだけど、はいはいはい、第2話まず見て、ああ
ああ、そうですね。まあ、だからそれこそ、ブルームが1話から来て2話でめちゃくちゃ動いたじゃないですか。2話で動いたやんか。で、うん。で、なんか、これからこう、グググっていくんやなって思うと、すごいなんか感動して、しましたね。勢いがね、なんか、乗ってきたんじゃないか感。そう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 、勢いが来たなって感じで。大阪さん、マネージャーになりましたから。あ、もうこっから、どう売り出されていくのかっていう。ほらもう、チェーニーみたいにね。ね。そういう問題、わかんないけど。確かに。うん。あなんか質問とか答えた方がいいね、これね、多分ね。ああ、確かに。あ、でもさ、うん、俺さ、一個好きなシーンがあって、いい？うん。いいよ。最後の段の、あの、アスカさんとの対峙の時に、うん、最後、ありがとう、なっていうところの最後の、なが好きで、わあ、詰んだな、いや、デレだなって感じで。なるほど。でしょ、僕。現場でもいたもんね、あの日ね。いた、いた、いた。あれはでも大変だったな、確かに。なんか、ダンが初めてアスカに感謝を伝える瞬間から、こう、うん、どうしましょうっていう話をしながら。うんうん、そうね。なのにありがとうなって言っても。だ、確かに。ありがとう。な、でしょ。来ました。ああ、いいですね、あそこめっちゃ好きです。な、ね、面白いよね。そうそうそう、生までが面白い。そうそう。それだと、俺はやっぱもう、後期のシーンで言うと。うん。あ、でも結構なんだろうな。あれ、あと、何余ってるが一番好きかも。何余ってるっつってね。あれ、ついてたよね。そうそうそう。どんな感じだったっけ？え、あと、何空いてるね。あ、そうだ。そうそう、何空いてるってね。何空いてるだ。そうそうそう。いや、そんなんもありましたね。あと、チョコ、やっぱ。ああ。なんかね、チョコプラに。で、あの、リハーサルでさ、なんか言ったとき、うん。うんうん。タカラがこうね、あかんてってこう言いながら、まあ、だからこういう子だから多分、ダンもリーダー任せられるんだろうなって思いました、見てて。ああ、嬉しい。だってなんか、めれるのって偉いもんね。だから、うんうん、こういう子だから、ダンもリーダーにしたんだろうなって、なんか、こう、2話。ああ、ありがとうございます。じゃあ、コキ一緒にスクショタイムやりましょう。いいです。はい。もう、タカラとコキ一緒にずっといる。うん、一緒に。はい、ということで。はい、はい。はい、ということで。このスピード感で7人とコラボしていきますからね、皆さん。はい、よろしくお願いします、ね。皆さん、ついてきてください。オッケー、ちゃんと見ててね、最後まで。見とくよ。見とく、もちろん。さあ、次は誰でしょうかね。お楽しみにしておきます。ありがとう、コウキ。はい、こちらこそ。ありがとうね。あ。じゃあね。皆さん、ありがとうございました。コウキちゃんでした。さあ、そしてもう本当にこのスピード感でいきますから、あれ次は誰だろうな、次は誰だ、リクエストが来てないよ、見てるのにリクエスト来てない。あ、来てる、じゃーん、誰でしょうか、せーの、ドン。どうも。どうも。どうも。なんか新鮮ですわ、でも本当に。どうぞご挨拶。あ、どうも、はじめまして、ノアと申します。ノアです。たくみです。たからです。間違えた、たくみです。ちょ。いやー、今日リアタイで見れました、でも。あ、リアタイで見た？もちろん。
俺も見てよ、リアタイで。めっちゃ良かったね、本当に。どうだった ?2 話、ひとまず。ひとまず、まあでもやっぱ確実に1話よりブルームのこの、なんだろう、仲が深まって、一歩踏んだ感はあったよね、うん、確実に。確かに。ちょっとこう、ちょっとやっぱうるってきましたね、見てて。なんか。どこで来た?ちなみに。どこで来た?うん、うるって。俺でもやっぱみんながあのハグするところは、こう、あの、なるのそのね、笑ってる頃に戻りたいっていうセリフもあったじゃないですか。だからあれがこう思い出して、ちょっとこう、いいなって思いながら見ちゃいましたね。俺ね、あのさ、うん、なる、アスカさんがさ、公園で話しててさ、うんうん。これがニコニコしてる、回想シーンを撮ったじゃない。はいはい。あれがめっちゃ刺さったんだけど。ああ、でもわかる。あれもめっちゃいいよね。多分ダンが笑ってるっていうのが、うん、あったのかな、わかんないけど。そうね。だからどんな感じだろうと思いながらやってたから。でも匠はやっぱいいですね。ありがとうございます。いやでもちょっと最後ちょっとびっくりしましたね。え？僕ジョーラで来たじゃないですか。いつどこでジョーラになったのっていうのはありましたけど。そうです。多分その生配信がねあるから。そう着替えてましたね最後はちゃんと。そう、すごい。すごい。すごい。うん。ちょっと地上波でやっぱテレビの前で見るとなかなか。ちょっとおってなりましたけどね。うん、いやだから1話の慣れてから始まり、はい、全体的にやっぱキャラが立ってるなって。たくみちゃん、いやでもあの今日何撮れて暇つぶし可愛かったっすね。あれいや可愛いなと思いましたよ見てて。だしやばいね。よかったよかった、めっちゃ面白かったね。でもあの日の撮影、それだと着ぐるみ、うん、暑い日に撮影しましたよ。頑張ってね。真夏日、そう見ながら思い出した真夏日だったなと思って。暑かったもんね。あれ暑かったな。あやべ、もうこうやってゆっくり話してる時間ないんだよね。あそっか、そうなんだよね。ごめんごめんなさい、すいません。いや、謝らなくていいんだよ。いつもの感じで喋っちゃいました。すいません。今は、テレビね、よくやってるからね。うん。そうだ。俺、なんかみんなそういう感じ?みんなそういう感じだろ。違うの。みんなどんな感じかなと思って、じゃあコーヒーが持ってたから。じゃあ俺も持って。そう。なるほど。だからちょっと、俺も持ってきちゃった。あ、一緒に。スクショタイム。スクショタイム。はい。はい。ありがとう、ノア。ありがとうございました。じゃあまた明日ね。皆さんありがとうございました。かっこいいな、ノア。バイバイ。そんなに言われる。照れるぞ。ありがとう、ノア。また明日ね。あ、明日ね。バイバイ。これ俺から聞く感じ。そうだよ。待って、これ連山ということ。ごめん。あ、すみません。失礼します。すみません。失礼しました。ノアパイセンが切らないとちょっと切れなくて。すいません。ちょっとじゃあ僕から切らせていただきます。じゃあ、皆さん、はい、バイバイ。面白いな。ずっと二人で。バイバイ。はあ。こんな感じですね。次は誰でしょうか。すごい、もう移り変わりね、こういろんな人がこんなに来るインスタライブね、珍しいから。どう、皆さんちょっとあの足早で困ってると思います。せーの、ドン、この人です。ザ、はい、ヤホー、ヤホーイ。皆さん、初めましての方は初めましてですね。
檜山流星役の森修斗です。お願いします。お願いします。お願いします。なんかめっちゃ違和感ある。なんでだってコラボできると思わなかったから。いや、そんなにすんなくて、まあなかったから。あ、ここにいるか、うん、いやー、流星です。やっほー。どう、兄は見ました？兄は見ましたよ。おう、もうね、もちろんさっきも見せたし、うん、もらったやつあるじゃないですか、事前に。あれもね、2回ぐらい見て、すごい面白かったね。面白かった。面白かった。流星的2話の推しポイントどこ？2話、まあでもみんな言ってるかもしれないけど、やっぱ最後の屋上のシーン。屋上ね。うん、あそこすっごいやっぱ見てていいなって思いましたね。確かに、なんか、なんか結構ね、大事というか、もう基盤になってくるシーンでは、うん、そう、なんかこうみんながこう助け合ってっていうかね、こう手を取り合ってこうなんか次に進んでいくためにみんなでね分担とかして、いや、よかったな、あれ。みんな、なんか、それぞれ個性が出てる感じも好きですね。うん、確かに。なんか、ユキヤとかね。うん。流星でそこにこう、すごい、フラットに、じゃあ、メンタルケアするって入ってくるのもすごい流星。そう、なんか、そこにもこう、関係値がね、描かれてるからこその、あの、ノリだったりとか。だからもね、良かったですね。だからリーダーになりましたね。こうして2つね。うん。うん。なんか僕はその宝と弟組で、うん、結構ペアがね多い気があるんで。そうだよね。と、なんかその今後の関係値だったりもね、展開として描写でね現れてくると思うんで、なんかそこも注目しながら見ていただけたらね。ね、はい、うん、嬉しいですね。わかる、ね、わかるわ、すごい。うん、すごい。よかったな。何よりでもあれじゃないですか、着ぐるみ。着ぐるみいいよね、もはや。うん、あれ懐かしいな、本当にもう。あと、俺アーシャがもうさ、もう面白すぎて。面白かったね。さ、流星のでめっちゃいいなって思ったのがさ、うん、こうやって撮られてる時にさ。そう、あのね、ユキヤのね、ユキヤがこうやってやってて、うん。それチラ見して、やってみるけど、なんか違うなって。違うな。ユキヤがね、ノリノリなんだよね、ああいうの。いやね、ヤンキーで、いいじゃないですか。一番弱そうなのって思う。でもあの時めっちゃ盛り上がったよね、本当に。あれ面白かったね。そうとか。うん。なんかその、今まで見てたの違かったから。うん。余計に。面白かったね、あそこはね。面白かったな。いやー、今後も期待ですね、だから。またさらに3話でね、どうなるか、楽しみですね。ええ。じゃあ、シュート、見てる皆さんに何か一言。いや、なんかもうまた、毎回、その、毎話、すごい濃いシーンでね、まあ、今後も展開だったり、ね、このブルームがどうなっていくのか、ぜひ注目していけたら、いただけたら、嬉しいです。いただけたら。ありがとうございます。スクショタイムしよう、一緒に。しましょうか。同じピースにしよう。せーの。2個。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。どうもありがとうございました。じゃあ、また明日ですね。はい、また明日。頑張ろうね。頑張ろうぜ。バイバーイ。じゃあねー。ありがとうございました。これが森のシュートちゃんです。元気だったな。さあ、皆さん
もう20分もやってんだ。なんかそんな感じしない本当に。次は誰、おー、よし。じゃーん。イェーイ、お疲れー。ヤッホー。はい。広瀬英二役の、はい。太郎くんです。待って。お願いします。待って。何で、どこ？これは、なんていうか、事務所です。あ、事務所か。よかったよかった。びっくりした。そう。家じゃないよ。さすがにね。俺、お家行ったことないからさ。こんな豪邸ではないわ。ビンタロの家って、そんなになんかこう、芸術的な、すごい映画。実はね。家だとしても多分、必要強いなと思って、あんまそんな感じしなかったから。よかった、びっくりした。ちょっとね、緊張するな、なんか。フミヤとこの感じで喋ったことないからな。なんだろうな。じゃあ、2話見ました？ね、見ました。見た。どうでした ?2 話。あの、英二的推しポイント。英二的な推しポイントは、まずあの、みんながみやび守になってたところじゃない。そうね。あれ、すごいよね。面白かったね。あれは、よかったね。とは、なんだろうな。竹中さん、トリニティの声がいいっていうところかな。いいね。確かに。現場でもすごい。結構それが記憶に残ってんだな。おー、そうか。でも確かにインパクト、トリさん結構今回。ボーイズたちにってやつね。ボーイズたちが。いや、お前ってなんか。ボーイズたちが。ちょっとそこまでしか覚えてなかった。いや、そのノリでさ、じゃあ2話の一番お気に入りのエイジのセリフ言ってよ。一番。さあって。ダンが帰ってきて、アスカさんとなるわ。さあって。です。今で一番よかった、AJ 的推しポイント。そうだ、ネガティブさが出てていいかなって。まあ、私、ちゃんと教えてほしいもんね。うん。ちゃんと教えてくれないからね。やっぱさっきの流れで怒ってるからね、こっちもこう。うん、ダメダメだって言われてね。そこかな。みんな屋上とか言うからね、多分ね。すごいいいから。よかった、素敵だったよ。大人とのね、話し合うのこう、うん。波風立てずに大人と話す担当です。波風立てずに大人と話す担当の一ノ瀬英二役の八番。一ノ瀬英二です。いいや。あのですね、高橋氏ちょっと電波が不安定ですわ。あ、本当に？うん。それはごめん。ごめんね。もう全然いいよ。全然いいよ。すみません。全然ガチで謝んないでください。なんかそんな。ごめんね。やめて可愛く謝んないで、なんか許しちゃうからこっちも可愛く謝られると。いや、スクショタイムしました。あ、そうしましょうか。はい。じゃあ、スクショタイムにしましょう。好きなポーズと。はい。はい。ポーズをね、のポーズするって感じです。みんな見てるらしい。え？みんなブルーム見てるんだって。みんなブルーム見てる？ブルームがみんな見てるらしい今。あ、そうなの？すごいみんな視聴率高っ。視聴率高い 100%。うん、100% だね。うん。次はもっとやつが来ますから皆さん。いや、ちょっと楽しんでほしいですね。元気だこう来ます。ちょっとだけ温めたんで。多分。じゃあ。失礼しました。また明日。はい、また明日。ありがとう。拜拜。
バイバイ。これ俺が切ればいいの？そうです。あ、失礼しました。大丈夫です。はーい。さあ、もう、あと残すとこ2人ですけど、もう大体まあ次誰が来るか分かってきたんじゃないでしょうか。じゃん。次は誰でしょうか。ぐる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 。バーン。この方です。じゃじゃーん。おい、来週ダーツどうなっちゃうんだよ。一言目それでいい。ダーツどこ刺さんだよ。僕も持ってますよ、ずっと。はい。もう横振りたくさんだったから。そうだ、どこ行か。はい、古町中継役の綱啓斗です。綱啓斗です。あれだね。最後の次誰かって時にもっとうるさいやつ来ますからみたいな紹介は良くないわ。いや、そんなこと言ってないよ。あんまり。あんまり。元気、うん、楽しいやつが来ますよ。ああ、家じゃあんまりそういう感じじゃないからさ。あ、そう。うんうん、静かだからさ。うんうん。いや、多分、見てる人みんな気づいてると思います、もう。あ、本当に。まあ、ってことね。どこ刺さんだよって言ったしね、多分気づく。いた方が、これね、2時間前から考えてた、一言目。そっか。うん、じゃあ、やめろ、2時間の修正が。うん。今出た。の2時間で、もう放送前からってことだもんね。うん、ちょっと、うん、オッケーオッケー、うんうん。ありがとうね。やめろ、そのスタンス。リンタロも言ってたけど、やめろ、その感じ。いや、じゃあ、今みんなに、聞いてること聞きますね。雪や的、はい、推しポイントはどこでしょうか。やっぱ屋上でハグした時のごめんなのセリフ、俺の。あー、け、雪やのね。うんうんうん。めちゃめちゃ、うん、めっちゃ緊張したんだからあれ、ごめんな、うん、緊張したの。あれもともと実は台本にね、ないセリフで、うんうん、なかったよね。一言言いたいなってなって、あのセリフが足されたんだけど、なんか足したはいいものの、なんかわかんない、緊張したね、なんか。まあ、確かに自分、うん、こう、あれだもんね。うん。で、決めてた、こういう感じかなって思ってやってるから、難しいよ。うん、そうね、まだ屋上、基本的に良かったね、やっぱね。いいシーンでした。めっちゃ感動した、俺。綺麗だったし、絵も。うん。ね、夕日のような感じが、夕焼けの空に問いかけてるメンバーたちがいて、なんかそういうところもすごいエモーショナルだなって思いましたね。こっからブルーム動き出すぞって感じがしましたね。そうだね、動き出しますね、こっからね。いや、もうだって高坂さんマネージャーになって、いや、そうだよ、こっからですよ、本当に。でも、ダッシュですよ。うん、楽しみですわ。まだ、あーしたね、アーシャ。アーシャね。公式さんがね、すごい写真を上げてくれてるんですけども、めっちゃおもろいぜ。マジで？うん。めっちゃ面白い。みんな見てください、後でよかったら。みんなで見ましょう。うん、これね、5分しかないのはあれなんだ。決まっちゃってるんだ。うわぁ、ほんとだ、すごいね。今、写真見せてもらってるんだけど。うん。ああ、マモさんと撮ったやつだ。みんなで。ああ、そう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 。これ面白かったね。あれおもろ。みんなちょっと決め顔してね。ね、いい顔してんだよ。うん。で、5分がなんだって。だからこれ10分に延長とかできないのっていう。あ、そしたら次の人が劉備なんで。うんうんうん。劉備に一回聞いてもらって。ああ、そうか。宮城さんの承諾を得ればって感じか。いや、でもちょっとずつ押してきちゃってるから、全然ゆっくりや。ね、思った。そうだよね、やっぱりそうだよね。ごめんごめんごめんね、またして。いや、やめろってだからそれ。なんでこれ、謝んな。髪の毛こうやって上げてこうやって。やめろ、やめろ。やめろ、ほんとに。やめてくれ、ほんとに。やめてくれ、ほんとに。小声で、こんなんないなが言われて。いいだよ。あ、スクショタイムしま、なんで一人でピースしてんの。いや、そろそろスクショタイムだろうなと思って。いや、ありがとう、分かってくれて。そろそろスクショタイム、うん、
好きなポーズをどうぞ。OK。あ、コメントオフとかしないのこれ。あ、コメントオフしてないです、今日は。あ、しないんだ。はい。じゃあ、俺頑張って映んないと。ごめん、そうだよね。コメントオフしちゃうよかった。そっか。確かに。え、待って。がそれ、いける？いい？うん、いいよ。いつでも撮ってください。はい。はい。これが、今、ケイトくんです。はい、どうも、これが高橋文也くんです。あぶね、あぶね。ありがとう、ケイト。あ、終わりなんだ。あ、終わりなんだ。あのね、今まで6人目、5人目なんですけど。うんうんうん。何帰りたくなさそうな人初めてで嬉しいです。そうかそうかそうか。まあまあでも、まあね、そうだね、決まってるんだもんな。しょうがない。いやいや、で、ごめんね、短くて一瞬だったんだけど。いや、いいのよ、いいのよ。ありがとう。あ、そうか。本当に終わる。そうか。ありがとう。いいね。全然いいんだけど。まあ、また、またしようよ、みんなで。また明日だ、ね、うん、会いましょう。うん、とりあえずね。ありがとう。ありがとう。また明日、ありがとうございました、皆さんも。ありがとうございました。さあ、もう残すところは、ただ一人。あべ、リクエスト。あ、ちょー、あれ？まあまあいいか、ゆっくりやりましょうね。あ、じゃん。お疲れー。お疲れー。どうもー。お待たせしました。いや、もういいよ。もうツナ君がもうずーっと喋ってるからさ。全然いいんですけど。どうだった？リュービン。ずっと見てたから、俺。一人目から。マジで？そう、あの、寝落ち対策。あ、逆に、寝ちゃったらまずいからね。そう、でも、あの、3話のカンパケ来てたから、それ見ながら。あ、3話なんて先に見てるんだよ、今。内緒。内緒。言わないように。俺まだわかんないんだけど。じゃあ。2話、そう、2話。2話放送されて。うん。劉備的2話の推しポイントはどこですか？あー、僕的にね。うん。あの、なんとかブスブス銀ブスマンみたいな。あ、なんかさ、ふみやくんとさ、つばささんがさ、こうやって道路でこう歩ってて、ふみやくんに。なんだっけな。ギスギスクラブね。あー、そうそう、それそれそれ。ギスギスブス。多分何も言えてなかったでだとしたら。ギスギスプンプン。だよ、そう。それが、そのくだりがすごい好きだった。その段で、アスカさんで、こうやって行ったときに、後ろで俺が。その後、商店街でも。そう、商店街で。やってたね。そう。やってたわけですけども。でも明日から現場で流行るよ。絶対流行らせよ。絶対流行らせて。あの、誰かいないとき。めっちゃ面白かったもん。よかったよね、あれね。面白かった。そうそう。で、どうですか？もう。俺さ、その、ふみやくんのインスタライブ一発目から見たけどさ、見てる人やばくない？人。俺もでも、本当に、いつぶりなんだろうな、夏とか、本当にそれぐらい、うん、もっと前かな、6月とか、やったか分かんないです、うん、すごい、あんまりやらないから、久々にやったらびっくり、うん、おーってなっちゃった。いや、びっくりですよ、もう。キャーでした。いや、でも、まあ、本当にドラマで言うと、あっという間に2話まで来て、はい。
もう、なんかね、こうやって1週間が早くない？本当に。いや、ほんと早い。びっくりした、ね。びっくりするよね。もう、この間10月入ったぐらい、9月入ったぐらいだと思う、もう、僕。1ヶ月3枚だけだったらもう。だって、僕らあれだよ。もう去年の、言っちゃえば2月からスタートしてるわけじゃないですか。そうだね。企画自体は。で、あったのが、まあ、12月ぐらい、去年の。うん。すごいよ。確かに、長いよね、ほんとに。長いよ。好きが増したね。メンバーでね、やっぱいる時間が長すぎてね。うん。いろんなことを一緒にしてるし、まあ、練習とかも含めて。どん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 ここからね、まあ、ブルームが盛り上がっていきそうだ。はい。うん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 。3話もね、うん、お楽しみつつですね。本当ですね。てか5分しかないんでしょ？そうです。え、まあ、つなくんと同じオーバーする気持ちだよ、俺は。うん、大丈夫だよ。それで言うともうオーバーしてるから、全然、ゆっくりやる。なるそれで。やってるわけじゃないんだけどさ、最初の頃ちょっと分かんなくて。うん。オーバーしちゃってんだ。おどおどしながらやってました。なんかこんなこういろんな人とコラボライブすることもあんまなくて、リュウビと一回やったことあるじゃん。うん、あるね。あれぐらいしかなくて、ほとんど。あの時。うん、だから、なんか、戸惑いながらやってます。大丈夫。僕がいるよ。これで返すのやめ。インスタライブだから。顔が映ってるからね。だってもうずっと会ってない。もう1ヶ月ほぼ全部会ってない。ほぼっていうかもう、全部会ってると思う。会ってる。多分ね、一緒にいなかった日ないよ、多分。じゃあそのレベルだね。ね。なんだよ、俺、僕のこと好きじゃん。好きすぎじゃん。俺のこと好きじゃん、じゃあ。いや、もうめっちゃ好きだよ。照れんなって、照れんなってもう、3万人の方がもう今照れてるから、うーんって。え、じゃあさ、聞いてなかったんだけどさ、ふみやくん的推しポイントってどこ？2話。うん。あー、どこだろうな、2話は。うん。まあでもすごい、あれですけど、チョコブラウニーかな。チェニー？全然言ってません、そんなこと。チョコ豆腐ブラウニーのところ。あー、オーブンで焼いて、が好きだったんだ。なんかその焼いて、みんなが出てきて、わーってなって、ダンが来て、ってなるところも、だね。ところも、ダンがあれぐらいなら食べていいかなっていう時も、うん。すごい好き。なんか自分的にメンバーに出れるっていうのが、あそこが初めてに近かった。うん、まあ、内容的にも明らかに出れる瞬間とツンの瞬間、その中でガンガン出てたから、ギャップね。ギャップがこうチョコレートブラウニー一つから生まれるのはすごいなと思ったし、なんかやっててもすごい楽しかったなって思いますね。間違いないです。いや、さあ、やばい、これ長引くよ。俺もっともうやばい、長引いちゃうからどうしようかなって思ってるんだけど。うん。どうしよう。ちょっと。だから、そろそろスクショタイムの時間だね。そうだね。スクショタイムの、スクショタイムの時間にしましょう。やりますか。どうぞ、好きなポーズ撮ってもらったら僕頑張って真似します。本当に？本当には、どうなんだろう。いや、みんな、こういうのとかなら、なんか、こういうのとか、こういうのとかだから。うん。で、いいのと思って。いいんだけど、全然。あ、別に、バーンでも、全然。ダメ。はい、すいません。じゃあ、ダメ。ダメ。ちいね。ちいね。じゃあ、これにしましょう。はい。こっちか。
俺はふみやくん、ん？僕は下？うん、俺が上かな。じゃあ見てよ。オッケー、オッケー。ありがとうございました、本当に。ありがとう、こちらこそ。明日もお仕事だからね、二人とも。明日も朝からですよ。なんか頑張ろう。うん。また明日だね。また明日ね。ありがとう。あ、待って待って待って、一つだけ、一つだけ。ね、これ、トレンド入りさせましょう。お。まあ、今3万人の方が見てるわけですよ。うん。なので、まあ今僕今、踏み指ですけども、踏み指っていう、あの僕と文也くんのコンビ名があるわけですけど、あ、ぜひ皆さん、踏み指で、今ツイッターで、まあ3万人いたら、1ツイートで3万人いくから、ってことは、あれですね、一人5個踏み指でツイートしてもらえれば、1500万ツイート？違う、15万。15万。15万ツイートになるんで、皆さんぜひ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとう。ありがとう、リュービー。また明日だね。バイバイ。パジャマだし。おやすみ。俺もパジャマだから。寝るから、今もう。すぐ寝な、そのまま。うん、ありがとう、バイバイ、バイバイ。これ切る、俺が切る。うん、リュービーしか切れない。あ、そうなんです。じゃあまた、ありがとう、ありがとう、バイバイ。さあ45分ぐらい見てくださってありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。こんな本当に素敵なあのメンバーがいまして、こう君の花になるというドラマで期間限定のボーイズグループとして僕らが公式にも実際にデビューさせていただいてますので、本当に本編と合わせて見ていただけたら嬉しいです。なんかすごいコメントにたくさん触れるつもりだったんですけど、ちょっとメンバーとお話ししてると盛り上がりすぎちゃって全然触れれなくてすみませんでした。すごい、でもコメント全部目は通してたんで安心してください。もうこんな時間になりましたので、皆さん今日もとても楽しくていい一日でした。ありがとうございました。おやすみなさい。Thank you.